皆さん参ろう。ニューヨークでビールのむりやってるヨシです。ヘロエビバンナミヨシやビアのむりやニューヨーク。本日は一本、珍しい、お酒を紹介しようかなと。珍しいというよりかは自分があまり紹介しない珍しいお酒です。はい、本日ご紹介するお酒はこちらです。はい、こちらに用意しました。本日ご紹介するお酒は大七肝と梅酒です。でこちらのお酒はですね、福島県で作られている、梅酒で、タイプとしては肝との梅酒になります。以前にですね、こちらの大七さんの、肝との純米かな、肝作りのお酒と、あとは、美濃和門、超高い美濃和門を、紹介してるんで、もしよかったらですね、そちらの方の動画もご覧ください。概要欄の下にリンクを貼っ付けておきます。この梅酒は以前飲んだことがあります。僕はあまり、甘いお酒は飲まない人なんで梅酒とかは飲まないんですが、この梅酒に限っては結構美味しかったのを覚えています。その例えば変な話ですけど、砂糖漬けのなんかこう梅酒じゃなくて、砂糖をいっぱい足したような梅酒じゃなくて、梅のナチュラルのエキスと大七肝とのお酒を混ぜた梅酒だったんで、美味しかったのを覚えています。久しぶりに飲めるんでやっていきましょう。それでは早速飲みたいと思います。色はですね、そこまで濃くもなく薄くもない綺麗な、なんていうんですか、こういうビロード色っていうんですかをしています。で香りの方が、非常に甘い梅の香りと、やっぱ日本酒と混ぜてる部分もありまして、ちょっと日本酒の香りもいたします。それではいただきます。美味しいですね。何回も言ってますけど、すごい甘ったるいお酒って僕は飲まない人なんで、梅酒ってあんま飲まないんですけど、これはやはりその肝とのお酒とですね、梅のそのエキストラクト、抽出されたそのエキストラクトですよね、何ですか、梅の抽出液っていうんですかが混ぜられているんで、非常にその何ですかね、バランスがいいのと、砂糖の甘さがないっていうのは非常に飲みやすいと思います。甘いんですよ、甘いんですけど、その砂糖漬けされた甘さがない分、僕は全然飲めます。高級な梅酒なんですけど、これだったら僕も1、2杯はいけるかなという気はいたします。ずっと飲めと言われるとなかなか辛いんですけど、でしかもこれをなんか例えばオンザロックだとかソーダ水で割るのはすごくもったいないと思うんで、やっぱこのまま飲みたいお酒なんで、1、2杯が限界かなという気はいたしますが、美味しいです。その甘さがですね、すごい上品なんですよね。ベターっともしてないし、その砂糖らしくないんで。で昔の動画でですね、その肝作りの話はしてるんですが、簡単に言いますと、すごい昔ながらのその製法で、肝は乳酸菌を入れずに自然にある微生物を取り込んで、その分時間がかかるんですけど、取り込んで作られるお酒だったと思います。もうちょっと飲みましょう。色もね、すごい綺麗で、すごいまろやかな芳醇な梅の甘さと日本酒のスムースさがもう綺麗にまとまった梅酒だと思います。大七さんはすごく有名なお酒だと思うんで、もちろんこれはね、日本でも手に入ると思うんで、もしなんかこうちょっといい梅酒探してるという方はぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。本当に美味しい梅酒だと思います。でこちらの居酒屋ジラクさんなんですけど、日本のねクラフトビールを60種類以上置いているお店で、ビールが有名なんですけど、こういった梅酒、面白い酒だとか日本酒だとか、ワインだとか、スラッシーだとか、いろいろ取り揃えておりますんで、お時間ありましたらぜひぜひお越しくださいませ。よろしくお願いします。
これとご飯を合わせるのは僕はちょっと無理なんですけど、まあね、甘いの好きな方だったら全然これと唐揚げとか一緒に合わせられても、いやどうなんだろう、美味しいのかな、ちょっとやったことないんでよくわかんないんですけど、まあ、ちなみにアルコール度数は 12% です。まあまあそこそこ高いですね。これとお寿司を合わせたりとかする方おられるんでしょうけど、どうなのかなっていうふうには僕は思います。まあ、僕はこれはどちらかといったらもうデザートとか、あとはもう食前酒、まあでもいけるのかな、まあ、食後酒の方がいいかなというふうには僕は思います。以上、第一木本梅酒でした。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビール飲むでのよしでした。 See you soon.